歯を失う原因の主なものは歯周病と虫歯です。特に歯周病は人類史上最も感染者数の多い感染症とされ、ギネス記録にも載っているぐらいです。歯周病は歯を失うだけではなく、心筋梗塞や糖尿病などの生活習慣病などを悪化するなど、皆様の全身の健康状態に悪影響を与えることが分かっています。30代から歯周病が増えていき、歯を支える顎の骨が徐々に溶けていき、歯を失っていきます。現在日本では、歯科の予防定期検診という考えは遅れており、本来28本あるはずの歯が、80歳で、平均8本しか残っていないという、統計が出ています。しかし、しっかりメンテナンスを受けて、いれば歯を保存することが可能だということも分かっています。実際ほとんどの人が定期的なメンテナンスを受けている欧米では、80歳で平均20本近い歯を残すことができています。定期的なメンテナンスによって、歯を維持するということで、将来的にかかってくる医療費を少なくすることができるということも分かっています。当然定期検診だけではなく、ご自宅でのセルフケアも重要ですが、自分ではしっかり磨いているつもりでもなかなか磨けていないということも、多くありますので、定期検診の際にセルフケアの難しい場所の、歯ブラシ指導などを受けていただくということも重要なポイントかと思います。